CACCA-15CACCA-15 CA はオーストラリアのコモンウェルスエアクラフト社が第二次世界大戦中に開発したプロペラ駆動の戦闘機である。開発が長引いたために戦争終結までに計画は完了せずジェット機の出現が間近に迫っていたためにテスト飛行が行われた段階で計画はキャンセルされた。 オーストラリア空軍向けの小型戦闘機ブーメランの促成設計と大量生産という CAC とその主任設計技師フレッド・デイビッドの成功を受けて1943年に CAC は完全に自社設計の迎撃機爆撃援護機の開発作業を開始した CA-15 は外観が P-51 ライセンス生産品の CA-18、マスタングと似ていた。だが、CAC の設計は、米国機を直接元にしたのではなく、性能目標値と機体寸法は大きく異なっていた。例えばデイビッドは露飼された FW190 ビュルガーの評価に感銘を受けており、マスタングのような戦闘機に使用されている。 直列液霊エンジンではなく空冷製型エンジンを搭載しようと考えていた。実際には当時 CAC がコストのかかる独自設計機の開発よりもマスタングのライセンス生産に傾注していたために CAC の社長ローレンス・ワケットの勧告により CA-15 の開発進捗速度は抑えられていた。開発の終盤になって CA-15 は CA-18 を代替する能力を発揮するであろうと信じられていた。当初 CAC の設計人は、出力 2300HP のターボチャージャー付き、プラットホイットに ER-2800、正型エンジンを使用することを計画していたが、このエンジンの開発が遅延したために入手不可能になったことで、 ロールスロイスグリフォンマーク61を搭載することに決まった。試作機用のエンジンはロールスロイス社から貸し出された。このエンジンは量産型では3速スーパーチャージャーを装着することが考えられていた。JAL アーチャー隊位の操縦でメルボルン上空を飛行する CA-15 開発の進捗速度は戦争の終結によりさらに抑えられ、 試作初号機の初飛行は1946年3月4日のことであった。試作機はラフのシリアルナンバー A62 から1001が与えられ、テストのために空軍に引き渡された。航空士研究家のダレンクリックによると、高度26,400フィートでの測定水平速度448マイルパーアワーを記録し、1948年5月25日に、 j a l アーチャータイは、メルボルン上空で間、降下中の高度4000フィートで502.2マイルパーアワーの速度に達したと報告した。しかし、この時点で、ジェット機の方が、はるかに大きな能力を持つことが明らかであり、それ以上の CEA-15 が製造されることは、なかった。試作機は1950年に廃棄処分にされ、エンジンは、 ロールスロイス社へ返還された。コモンウェルス CA-15 ザ・カンガルー・ファイター。ありがとうございます。